改めまして、会場の皆さん、こんにちは。おさらば祭りは地元丸亀市から予定いたします。よさこいにこいこで今日の丸亀をこよなく愛す丸亀権奈連でございます。今年のテーマは花嫁、連合は変わって令和、なんか意味が被っているのは縁があるような気がいたします。ちょっと被りましたね。精鋭の4名が皆様のために心真心を込め演舞いたしますので、どうかご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは丸亀権奈連オリジナルを言ってみたいと思います。踊ってる女、見るより踊るが丸亀の古に、お城があり内輪がある、その内輪を使って踊る女がここにある。踊り子構えて。なること内輪が降ります。丸亀権奈連2019花嫁、ご覧ください。南は讃岐山脈に囲まれた讃岐平野にそびえ立つ道義の勾配で有名な丸亀だ。何があっても凛として微動だにせず、強くたくましい意志を持ち、花のように微笑む花嫁。さあ、会話が入ってみよう。権奈の赤打ちは叶える内輪の舞い、ブランブレー。あ
皆様に心を込め、はい、ありがとうございました。丸亀ゴンナレでございました。踊り子撤収、ありがとうございました。丸亀ゴンナレでございました。